マルチャンネル。はい、今日はこれを買ってきました。カッパエビセン。なんかこのマークがついてると幸せみたいなんですけど、なんと中にですね1個入ってました。おばちゃんにちょっとあげます。はいはい、はい、ああ桜の花だ。そう、梅の花。梅、うん、梅の花、梅の花が入ってます。おばあちゃんが今食べます。梅の花、あ、おいしい。おいしい。おいしい。梅干しです、うん、普通のやつも、普通のやつもどうぞ。おばあちゃんもこれが入ってれば喜んでました。またね、うん、はい、今日はですね、もんじゃをちょっと作ろうと思ったんですけど、キャベツがないんで玉ねぎと明太子と、またもんじゃかと思うんですけど、明太子とチーズと、そう、お肉ないんで、このベーコン、ハムをちょっと細かく切って入れたいと思います。料理にします。いつも持ちながらやってるんですけど、今日は置きながらやってます。じゃあこれを切ります。大体でいい。ハムを切ります。ハムをなんとなく細かくでいいから、あ、およそ大体細かく切れてればいいだろうっていう。で、これをもんじゃを作っていきたいと思います。フライパンごといただきます。もうそのまま食べちゃう。いただきます。うん、洋風もんじゃいかがですか。ハムと玉ねぎと明太子とチーズ、おすすめ。バイバイ。